みんなこんにちは。はてなくんだよ。フラミンゴってどうして赤いんだろう。今日はフラミンゴさんにお話聞いてみたよ。やあ、僕はフラミンゴ。僕の体、綺麗だろう。鮮やかなピンク色。美しいって僕のためにある言葉だと思わないかい？僕らはアフリカや南アメリカの水辺に住んでいるよ。ところで、なんで僕の体ってこんなに赤いんだと思う？答えは食べ物にある。僕らが食べているも、この中にある赤い色素のおかげで僕らはピンク色になっているんだ。もしこの藻を食べなければ白い羽毛になるんだ。僕らは群れを作って暮らしている。僕らが一斉に飛び立つとまるで夕焼けみたいだよね。それにしても、美しいね。フラミンゴさんありがとう。本当に綺麗だよね。今日のまとめ。フラミンゴが赤いのは、いつも食べているのに赤い色素が入っているから。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。